今日のワンコー。はい、どうも、テーマ V でございます。はい、中央最後のね、 G1 のホープフルステークス言っておきます。結果、悩んだ結果なんですが、まずブラックホールはこれ1枠1番入りましたけど、今回はちょっと消しで、いきます。はい、でコントレール、これ強いと思いますけどね、消します。やっぱね、最後ぐらいは、やっぱ競馬 V の、持ち味というか、まあいつも勝ってる買い方で、やっぱり一番人気を外していくという、スタイルで最後は締めくくりたいなと思ってるんで、コントレール来たらもうしゃあないなぐらいの勢いでもう外します。はい、でブルーミングスカイ、これもねちょっと悩んだんですけど、やっぱりちょっと位置も落ちるかなと思ってます。はい、でガロアクリック、これ買います。今回ちょっと急遽丸山元気騎手に、乗り換わりになったんですけど、まあちょっと、新馬戦、楽に、最後突き切って、あの抜けて、差し引いた足はちょっとね、面白いもんがあったんで、まあ、足も使えるんで、長いこといい足使えそうな感じがするんで、ガロクリックいきます。でベルトライゼンで、これ絶対買います。これはもう僕の本命馬ですね。本命、今回ドリジャニーということで、まあ父は違うんですけど、ワールドプレミアの、弟ということで、この馬もちょっと僕の好きなワールドプレミアの弟ということなんで、ここも追っていきたい馬なんで、まあここは一番硬いかなと思ってます。まあマーフィー騎手もね、今回乗ることになってるんで、ありかなと思ってます。でナリノモンターニュ、これ買います。これも買います。やっぱり言うても、中山実績もありますし、はい、まあ、距離的にも、まあ、2000も走ってますし、ね、前に行けるっていう強みもあるんで、やっぱり、ここは一発あるんかなと思って、なりのモンターニュ買います。でワーケア、これも買います。はい、やっぱりルメール騎手、最後はうまいこと締めくくりそうな感じもするんで、でこの馬自体のね、強さもあるんで、ここはワーケアも買おうかなと思ってます。クリノブレイブはいらないです。でパンサラッサ、うん、いや、ディアセオリー、これもちょっといらないです。はい、でオーソリティ、これがねちょっとね、休み明けっていうのは気になるんですけど、一応ここもいいなと思ってたんですけど、ちょっと休み明けということでちょっと消します。はい、ラグビーボーイ、今年流行りましたけど、ラグビーだけど、なんかありそうやけど消します。サイン出とんちゃうかなとか初め思ったんやけど、ラグビーということでね。はい、ラインベック、これちょっと買おうかなと思っております。まあ、ディープサンクでジナンボですね、兄弟に強い馬ですよ、ジナンボも。ラインベックもねちょっと悩んだんですけど、今回乗り換えで岩田騎手、大外の岩田騎手というよりもインの岩田っていうイメージがあるんですけど、まあ、この馬もね前に行く馬なんで、やっぱりあのコントレールよりある程度前に行ってる方がチャンスは僕はあるんじゃないかなと思ってますし、はい、ここはちょっと狙い目ある馬かなと、はい、思っておりますんで、ラインベックもちょっと狙える馬かなと思ってます。はい、ということで今回軸で行くのこのベルトライゼンでから流していこうかなと思ってます。こういう風に、はい、なんで5番から、今回流すんで、この4番相手としてはガロアクリクル4番とナリノモンターニュとワーケアで、ラインベックのもう最後、気持ちよくワイドと、生まれで、今年の中央 G1 は、締めくくろうかなと思っております。まあ、やっぱり一番硬いのはコントレール、ベルトライゼンでは勘が一番硬いかなと思うんですけど、やはり先週の、
有馬記念のこともありますし、やっぱり自分自身やっぱね、本命馬とか、まあ、一番人気を買えばちょっとねやっぱ飛ぶ傾向があるんで、なんかね一番人気に、恵まれてない男、競馬 V なんで、やはり、中穴ぐらいを狙っていこうかなと、はい、思いまして、最後やっぱり自分の競馬を、競馬が馬券の買い方をね、貫いて買おうかなと思いました。はい、最後はちょっと狙い目のある、馬券で構成しようかなと思いまして、この結果になりましたということなんで、中央競馬最後です。土曜日に G1、 ちょっと変な感じもしますけど、みんな、最後はワイワイ言うて終わりましょうということでね、来年もまたよろしくお願いします。というか東京大賞典もね、動画上げれそうだったら上げますんで、その時もよろしくお願いいたしますということで、チャンネル登録と、コメント、高評価低評価でもいいですということなんで、よろしくお願いします。ここはね気持ちよく当てに行きたいんで、みんなで最後はブイブイ言いましょう。ブイブイブイ、ありがとう。